阪神、逆転負け、第3戦、1勝2敗で黒星先行。日本シリーズ第3戦、阪神がオリックスに4対5で敗戦。38年ぶり2度目の日本一に向け1勝2敗と黒星先行となった。先発の伊藤が5回4失点で降板。打線は森下の2点タイムリーなどで反撃するも1点が遠かった。負けました。負けたで。ダメか。明日から切り替えろ。大山来年も4番で行くんか。やっぱり4番の坂。近本、中野、大山が揃って凡退で切り替えて再起に託すわ。まあ先発がやられた方が負けんのよな。森下が打つしかなかったな。やっぱ、まあ結果的にいい試合だったが、山岡以外は打ってないんよね。5回の3点が余計なんだよ。なんであそこでエラーするかね。やはり伊藤のあの1球が勝敗分けたな。まあでも打線の状態は悪くない。高めの球の犠牲フライが痛かったな。ぶっちゃけ CS から4番5番が冷え冷えなのにそんなに勝てへんよな。中野たこりすぎたな。今日は島田のずっこけと読みどころがあった。かなり厳しくなった。甲子園で日本一にはなれなくなったわ。勝負強い4番打者対暴論が再燃するな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。